皆さん、こんにちは。々木です。本日は、ビットコインの相場分析。まあ、プラス、それ以外のね、株価指数とか、なさくね、暴落してますので、まあ、今後ね、ビットコインも含め、仮想通貨、株価指数、世界全般がどうなっていくのか、えー、今年の相場ですね、まあ、やっと決まったかなっていうふうに思ってるんですけども、今年は、まあ、下落相場になるんじゃないかっていうね、まあ、その根拠と、まあ、この下落、このビットコインの下落がどれほど、 やばいのかっていうことですね。安易に立ち向かって買っていくっていうのは僕はあまり良くないんじゃないかなというふうに思ってます。まあその理由を含め、えー、あとプラスね、明るい話題としては別にそのビットコインが一生下がる仮想通貨が一生下がり続けるってわけではないので今年下落相場になるんであれば今年来年とかさら、えー、に下がってくれればくれるほどまたいつかですね、えー、数年後とかには、えー、大きな上昇っていうのを 取れるはずででですすのの、まあ、そこは狙っっててしいいなという,ふうに思ってますので別にその下落っていうもの自体は僕はしっかりとこうね僕も、えー、去年の YouTube とか見てもらうわかりますけども4月5月とか利確できていれば皆さん逆に、えー、あとはもうそれをね下がった時に買い増し USDT から BTC とかあるところに入れていけばいいだけなので、まあ、儲かるんじゃないかなというふうに思っています、えー、それをね含めて話していきたいなと思います で、まだね、僕のチャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録お願いします。あと、えー、公式 LINE とか公式メールもやってますので、えー、登録者方にはね、投資とか、ビジネス稼ぐ成功法則とか配信してますので是非、ぜ、え、ひ、ー、登録とかお願いします、えー。それでは早速話していきますけど、これがイーサーか。イーサーもね、絶望的なんですよ。あの BTC、イーサーその他の大型アルコイン含めね、もうあのー、もうバブル崩壊というか、やっと来たかなって感じなんですけども、まあ、区切りよくですね、2022年 から、落ちたということで、分かりやすいといえば分かりやすい相場なんじゃないかなと思います。なので、今年は、もう下落相場とえ考えて、下がるの待ちっていうふうにやればね、うまく、再来年、来年再来年かな。来年で一気にビットコインとか最高値更新するっていうふうには思ってないですけども、また、半減期のある翌年の2025年とかね、には上がってくんじゃないかなと。今から3年後なんで、遠いように見えて意外と早いですからね、3年ってね。 なのでそれに向けて、今もだし、今年はね、もうできる限りの現金を下がるたびに、仮想通貨とか、米国株式とかに入れていくっていうのが一番いいと思う。えー、日本株もまあ、軽く入れてもいいかもしれないですけども、日本株は伸びないんで、基本的にはね、あの小型銘柄。でも、小型銘柄でも、小型の米国株買った方が絶対にいいんで、小型のアルトとか、小型の米国株。まあ、難しいんだったら、小型のアルトとこに買った方が一番簡単だと思います。 株調べないでね、上昇率も高いし小型のアルトの方が。まあ、っていうのが、まあ、全体の、まあ、結論としてそうなんですけどもじゃあなんでなのかっていうところですね。話していきます。で、まず、まあ、一番皆さんに注目してほしいっていうかね、まあ、僕の YouTube 普段んから見ている方は分かると思いますけど、まず NASAC っていうのが、えーまあ、これ前提として世界全体の 何ですかね、経済の強さをあ表すみたいな感じなんですね。ナスック上がり続けば上がり続けるほどリスクオンで、もう、なて言うの、さまざまな投資銘柄が爆上げしていきますよとか、上がってますよって証拠。で、暴落してるってことは、えー、その他の銘柄とかね、ナスック、あのー、ほとんどの銘柄が下がりますよとか、下がってますよってし、えー、感じだと思ってください。簡単に言うとね。それ仮想通貨も言えます。 ダックが下がればビットコインも下がるし、アルトコインはもっと下がるしってことです。しかもビットコインの下落率以上にアルトコインは下がりますので、まあそれ注意してほしいかなと。だそれをわきまえた上で、アルトコインには投資しなければいけないと。ただ、ビットコインの上昇率以上にアルトコインは上がる可能性もありますので、そこはやっぱり旨味があるってことですね、アルトコインの方が。まあ、それは前回の動画で話してみま話したので、アルトコイン投資した方がいいっていうのをそっちを見てください。 ただ今、ビットコイン下がってきたんで、えー、ビットコインも、まあ今ぐらいから少し入れてってもいいと思いますけどね。3万5、6000ドルなんで買ってもいいと思う。だからやっぱり3万ドルとかまで落ちると思いますけどね。この感じだと、ナスサック多分ね、1万2000ドルぐらいまで行くんじゃないかなと思います。今年かわからないけども、来年とかにかけては、1万2000ドルぐらいまで落ちても全然おかしくない。なぜならコロナショックでこんだけ落ちてね、そこからこんだけ上がって、 で、金融引き締めっていうかね、通常に戻していくっていうことあれば、正常の値って多分、ここのコロナショックの値とここの高値のまあ中間ぐらいが、これわかんないですよ。なんでそういうふうに言えるのかっていうと、なんとなくの経験です。あの、ここは上がりすぎなんですよ。それは誰でもわかる。で、下がりすぎっていうと、コロナショックまで下がっちゃったら下がりすぎだよねっていうのを考えると、コロナバブル、コロナショック前の水準よりは高く終わって、 でなおかつそれが正常に戻るあたりはっていうと、正常なのはだいたい1万2000ドルぐらいなんですね。ナスタックでいうと。ということはビットコインはどこまで下がるのって言うとだいたい2万ドルぐらいだと思います。2万ドル近辺。とか、下手すると1万5000ドルまで髭つけて急落するかもしれないです。ただまあでもそんぐらいまで下がったら僕は買ってもいいかなと思います。やっとね。この前までえビットコイン買わないっていうふうに言ったんですけども、そこまで下がってくれるんだったら僕は買いますよっていうね。 強気っていうかどんだけ上から目線なんだよって感じなんですけども投資ってそういうもんなんでほとんどの方がねやっぱ投資ってその自分のタイミングで入っちゃうんですよその悪い意味でね自分が今よし今年から投資始めようっていうタイミングでまあ投資をするっていうのは普通だと思うんですけどもあの投資というか相場っていうのはもう相場が動くようにしかならないんでタイミングで買うタイミング売るタイミングが全てなんですよ だ現物投資とか、このね、下がってきたとき、ビットコイン買うっていうのは現物投資、あるところに買うっていうのは現物投資。その現物のものを買うっていうことなんですけども、物としてね、存在はしてないんですけど、ジャンルで言えば現物投資っていいんですけどね、米国株買うとか、日本株買うっていうのは現物投資。レバレッジ効かせて BTCFX やるとか、株の FX とかやるっていうのは、短期トレードやるっていうのは、それは現物じゃなくてレバ、トレードっていうふうな感じなんですけども、 えこういう風に下がってきた時に買うのは現物取引で、下がってきた時に買うっていうか、現物取引の場合、やっぱり下がってきた時に買うっていうのが一番儲かるってことですね。上がってった時に買って、さらに上がってくる狙うっていうのは、基本的には儲からないです。あの、何ていうの、上がり始めに買って、一気にそれからバコンバコンバコンって上がっていく。例えば、2017年の前半に上がり始めにすごい目をつけて、そこで買うっていうんだったらいいんですけども、もう今はそういう時期じゃないので、全然。 上昇トレンドとも言いづらくなってきてる。一応ね、その中長期で見た上昇トレンドの範疇なんですけども、そこの崩れかけっていうところなんで、買うとしてもやっぱり3万ドル近辺かなと思ったんです今4万ドルが破られてるので、えー、サポレジラインっていうかね、ここが4万ドルのラインがこう、えー、サポートラインだったんですけども、要は支えられるラインね、そこをぶち破っちゃったんで、もう下はね、3万ドルまで行くしかないです。 まあ3万6000円で買っても、中長期で考えてね、例えば10万ドル以上狙うって言ったら、3万で買っても、3万5、6 0 0円、今の領域で買ってもね、大した誤差です、それは。だできれば3万ドル近辺まで待った方がいいとは思います。ね。できるだけ安い値買いたいって言うんだったら。なので、もう、で、ナスダックね、ビットが崩れていって、本当にもっと下がるのとか思ってる方いると思いますけども、僕、前からね、去年から言ってますけど、イーサリアも1000ドルぐらいまで下がるっていうふうに言ってるんですよ。 全然もうやっと実現可能性が出てきたなっていうのはね、やっと叩かれなくて済むかなって思ってるんですけど、だから調子に乗っていると思われて動画撮ってるって思われても困るんですけどね。ずっと一貫性があって、去年の5月、4月、5月ぐらいからずっとね、えー、崩れてちゃんと利格してますし、しっかり去年利益出てますしね。で、それで下がってきた時にまた買いますっていうふうに言ってるのですごい一貫性があるかなと思うんですけど、 何て言うかな、これ重要なのは、やっぱり下がるときには下がるんで、イーサレムでこんだけ崩れてるっていうことなんで、アルトコインってね、もっと崩れてるんですよ。ソラナとかももう、最高値からもう半額まで下がってますし、ビットコインとかもそうだっけどね、テラっていうかね、ルナも相当ね、これはまだ半分までいってないかな、でも半分近くまでいってんのかな、50ドルまで下がると半分えーかなっていう感じなんですけども、 で、それ以外ね、もっとひどいのがあって、これ新しくしちゃったからあれだけども、時価総額上位のやつしか入れてないからね、あれなんですけど、ファイルコインとかあったかなあったあった。ファイルコインとかね、その、バブルの、2021年のバブルの始まりよりも下がってるといね、同じぐらい。で、ファイルコインはまだいい方なんですよ。時価総額的にまだ高いし、まあ、優位性あると思いますね、ストレージで。 中では上位なんで、時価総額っていうかね、その市場的には、市場内ではね、ストレージの分野では。なので、またいいんですけどもそ、そうじゃない分野だと、もうえ今年じゃない,いや、去年の2021年の5月過ぎぐらいからずっとね、もうこの感じ、ここでもう上がったりもしないみたいな感じがすごく多くて、で、そんな中、一部のね、ソランナとかテーラとかアキシーとか、あとディセントランドとかサンドボックスとか、そういったその一部の 銘柄はすごい上がってたんで、まあこれどっちなのかなっていうふうに思ったんですけども、やっぱりまあ、下落したかなと。っな感じですね。これとかも、エルゴっていうんですか、エルゴランドみたいなやつだったと思いますけど、最高の500ドルつけてからもうこんだけ下がってきてるっていうね。もう5分の1ぐらい。4分の1とか5分の1ぐらいまで下がっている。シータとかも、16ドルつけて今3ドルなんで、ずっと下がり続けてるんですよね。 でハーモニーとかもこう、ね、こんだけに、ね、一旦強くなって、こう、抜けていくのかなと思ったら、ズコーンってね、この売られ方。えー、ということからしても、もう仮想通貨に資金を投入するのは、今すぐじゃなくても僕は全然いいと思う。今すぐ入れるんだったら、イーサーか BTC だと思いますね。小型アルトに入れるっていうふうにね、前回の動画で言いましたけども、それは、あそこから反転するんだったらの話です。で、僕も買ってます。300万円ぐらいね。え少、ー、額です。 何おもある中で300万円なんで。それなんでかっていうと、ここでアウトに入れることで、その300万を失ってもいいから、ゼロになってもいいから、バコンってね、ゲーム系の銘柄が来た時にバコンって上がってってくればいいなっていうのがあって、3銘柄だけ100万円ずつ、3つ買ったんです、100万円ね。で、そのアウトはもう結構死んでますね、多分ね、今ね。多分もう、300万入れたけど200万円とかぐらいまでさ価値が下がってんじゃないかなと思います。でもそれいいんですよ。 なん,てなんでかっていうと、この時上がっていれば逆にその時入れなかったことは機械ロスなんで。それはもう失ってもいいと。で、しかも損切りはしないと。で、今、ここまで話してきましたけども、皆さんに伝えたいのは、あの、どんどん下がり続けても、アルトも BTC も損切りしなくていいです。あの、現物取引の場合はね。レバレッジかかってるは別ですけど、あの、もうずっと損切りしないで、あの、買い増し買い増しで,で。浅くじゃなくていいです。あの、今、例えば4万ドル以上とかね、 6万ドルとか5万ドルで買ってる方は今買ってもいいと思う。買い増ししても3万6000とか4万ドルで買ってもいいし、さらにまた3万ドル近辺とか2万5000とか2万ドルとか5000ドル刻みとか1万ドル刻みでは買ってってもいいと思いますね。えー、BTC に関してはね。イーサリアムも言ったらだいたい500ドル刻みとか今2500で今ぐらいでも結構調整してるんで MAX、えー、から半分ぐらいまで下がってきてるので今ぐらいではん、えー、また買って で、また、500ドル下がって2000ドルとかね。で、次2000ドルの下は1500ドルとか、1000ドルとか。まあ、もっと頭のいいというか、読める人だったら、サポレッジラインとかね、こう、例えば1700とか1800ドルぐらい、過去のそのサポートよりちょっと上ぐらい買われるんじゃないかなっていうことで、1800ドルぐらいに差し値買い差しに入れといたりとか、っていうのはもっと利口です。ただ、そこまで言うと難しくなってくるので、今目安で言ってます。でも、全然それでもいいと思います。 あの100%サポレジで止まるってわけでもないので、中長期投資なんで、しっかりジャストサポレジ狙うよりも、価格でこう刻んでいった方が、別に全然、それぐらいね、大した誤差じゃないんですよ。戦略として、正しいっていうことは一番重要で、戦略って大きな目線ですね。あの、どうなったらいいのか、今、状況的に、今年っていうのは、今、下がってるんですよね、明らかに。で、下がってるタイミングで買っていくっていうのは、僕は全然いい。 上がっていくタイミングで買っていくって一番愚かで、2021年っていうのは投資、仮想通貨投資もえ株式投資を始めた人もね、2020年21年ってコロナショックなどってなんか多かったみたいなんですよね。でもそれってやっぱりほとんどの人は多分理覚できてないと思うんですよ。だから今年爆走になって、爆走になっていく中で自分見失って、あ、これやばいのかな、損切りしようかな。うわ、損切りしなかったらもっと下がった。うわ、今だ、損切りしようって思ってそこら辺が大体そこなんですよ。 底で結局2023、4、5あたりからまた上がり始めるみたいなね。で、2025、6、7、8ぐらいで、また結構バブル見たくなって、あの、金融市場全般がね。で、その時に仮想通貨もまたね、すんごいこう2017年ぐらい上がったりとか、まあ、それはわかんないですよ。ただ、そういう可能性の方が高いってことです。どっちかっていうとね。なので皆さんに伝えたいのは、まず損切りはしないっていうこと。で、仮想通貨はまだまだ全然、えー、下がっ、えー、下がるかもしれないけど、まだまだね。 今年いっぱいかけて、一旦例えばイーサーとかもこう下がったりとか、もしくは一旦上がってもまた今以上に、一旦今からイーサーが4000ドルまで戻して、また上がっていくのかなと思いきや、僕はもう一回2000ドル近辺とか、もしかすると下手する1000ドルまで下がるっていうことが今年ありえるんじゃないかなというふうに思ってます。だからあんまり楽観視してガンガン上がっていくっていうのは想像しないでいいと思う。ただ、買うべきっていうことは今やっぱりしっかり下がった時で買うのは戦略的に間違ってないです。それ合ってます。 今買うっていうのはね、上がって、例えば6万ドル超えたとかね、この辺で買うっていうのはやっぱりあんまり良くない。僕も一応入れましたけど、BTCF とかね、短期では。やっぱりここはあんまり本気で買わなくて良かったと思ってます。ですぐ損切りしたしね、えー。なのでそういった感じで、あの皆さんには、まず、今年は下げ相場の可能性は高いっていうこと。ね、n a s a q もこんだけ下がってるんで。で、注目、またね、僕も動画撮りますけども、 うーん、どれぐらいかな。まあ、やっぱり数ヶ月は待った方がいいと思いますね。数ヶ月単位で待って、しっかりとその調整するのも待った方がいいと思います。えー、株に投資するのも、ビットコイン投資、ビットコインとかね、仮想通貨に投資するのも。なので、焦ってね、すぐに今すぐに買うっていう感じじゃないと思うし、すぐに反転しないと思う、これは。ビットコインも、えー、アルトコインも全般も。まあ、なんでかっていうと、過去がそうだからね。2017年もそうだし、えー、2017年の仮想通貨バブルの後もそうだけども、 それ以前に、その過去のその大昔、数年前、数十年前とか、数十年はオーバーだけども、2000年ぐらいからの,その株の相場とか見てきても、やっぱり全般的にですね、やっぱり周期的に、やっぱり1年、2年かけて上がったものっていうのは、やっぱり1年か、2年かけて暴落するんですよね。なので、やっぱり今年、来年ぐらいは、今年いっぱいかな。うん。どこまで下がるかによります。めっちゃ下がるんであれば、 今年1年ですぐ回復するかもしれませんし、なんか緩やかに下がってくるんであれば、来年ぐらいまで下がり続けるかもしれませんし、それはちょっと、あの、またね、追って動画撮りますけど、今現状はとりあえず下げ相場になるのは、今年は間違いないんじゃないかなと。こっから一気に上げていって、ビットコイン今年中に10万ドル超えですっていうのは、ほぼ0%かなと思ってます。去年のあんだけイケイケな感じで10万ドルいかないんだから、今年がいくっていうのはね、ほぼないかなと思ってますね。 なので、まず皆さんに伝えたいのは、あんまり焦って買わないことっていうのと、損切りはしなくていいっていうこと。入れていくなら少しずつ入れていく。現金余力とかね、ステーブルコインの余力を残して、USDT とか、バイナンス USD とか、USDC とか、そういったようなステーブルコインの余力を残しておく。で、今、余力がない人は、もう頑張ってバイトとかして、もう今年は稼いでいく。で、下がるたびに、こういうような今回の大暴落あるたびに買い増していく。で、数年後の未来に向けて、 え、明るい未来がね、来ると信じて、もう稼ぎ続けるっていう。まあ、それ一択かなと思ったんですね。お金がない人はね。別にそれを馬鹿にしてるわけじゃないです僕。昔は僕もそうだったんで、それしかないんですよね。別に何やってもいいです。別にバイトしてもいいし、ネットビジネスで稼いだりしてもいいし、アフィレートやったって、YouTube やったっていいです。何でもいいから、とりあえず現金を作って、その現金を全部投資する。でそれでもう勝手にお金持ちになってくるんで。 えー、そういった感じでやってもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ、ということで今ね、あのー、多分ビットコインとか暴落して結構焦ってる方とか心配してる方多いと思います。ただ、あの、想像以上に落ちる可能性の方が高いと思ってますんで、あまり楽観しないでね。ただ、損切りしなくていいです。僕、米国株とかは損切りするつもりないです。放置して下がるために買えますし。ただ、現金比率はそもそも高いので、えー、去年中に理確しておいて正解だったかなと思いますけど、やっぱり、ね、それも皆さんも最初はわかんないと思いますんで、 やっとなんか現実的になったかなと思いますね。去年考えてたことが。僕もね、去年ぐらいから落ちるのかなと思ってましたけど、5月とかで、ね、崩壊した後ずっと下がり続けるのかなと思ってましたけど、そこがわかんないところです。ただ全体感としてやっぱ下がった時に買うっていうのは絶対的に正しいので、そこだけは皆さんに伝えたいかなと。だから焦んないでね、下がり続けるときはチャンスであって、上がり続ける時ってのは理覚です。ね えそこだけは間違えないように、えー、ぜひ投資をしてほしいなと思います。えー、ということで、今回の動画は以上になります。今回の動画でね良かったなと思う方、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。あと、概要欄の方にあります、公式ライン公式メールマンの方では、えー、ビジネスやね、投資で稼ぐ方法を配信してますので、まあ、登録したい方、ぜひ登録しておいてください。あと、使用している証券会社ということで、僕は基本的には現物取引は仮想通貨ですね、バイナンスを使ってます。あとネク、えー、バイナスネ e ス Binance をクスで、えー、ステーキングとかね、要は、 金利もらったりしますんで、ぜひ使ってない人は使ってみてください。あと、日本国内取引所はね、ほぼほぼもう使わない方がいいですね。あの、もう、条件悪すぎっていうか、手数料も高いし、あの、銘柄も少ないんで、バイナス1個ぐらいは、海外取引所ね、バイナスぐらいは登録しておくことをお勧めします。あと、FX、BTCFX はビットゲットとかバイビット使ってます。FX、ドル円とかは XM 使ってます。あと、ナスダックのショートとかロングとかは、もう XM でやってます。 あと、今回ね、YouTube で話しましたけども、より詳しい相場分析とか、あと、短期トレードの売買とか、実際のエントリーポイントの配信とかっていうのは、トレードスクールとか、配信のプランで行ってますので、ぜひね、真剣に学びたいとか、自分一人でよくわからないとかね、あと株とか、日本株、米国株の分析とかも、スクールの方では配信してますので、ぜひね、どちらか気になる方はチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上になります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。またね、相場が動けば動画撮っていきたいと思います。